チーズハンバーグ完成でございます。ありがとうございます。へい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 。おいしいね。いやいや、どうもよろしくお願いします。いやはい、今日はね、もうね、アオル君がね、もうエースコックのもう格好っていうので分かりますよね。そう、エースコックの豚じゃないんだよ、俺は。豚じゃない、まだでもね、料理界のエースコック。ありがとうございます。今日はビストロウマロッチ。ありがとうございます。アオル君のね、美味しい、もうね、本当にもうこちらありますけど、アオル君の肉をつかむ絶品肉おかず100。これがね、ややバズってるぐらいですね。ありがとうございます。素晴らしいことじゃないですか。ええー、2個かで100ですけど100以上載ってるっていう本、そういうことです。まあ以前にも私もこの中からいただきましたけど、はいはい、今回はぜひともね、アオル君の料理をいただきたいっていう、はい、我々のもう大好きな尊敬するスーパーゲストの人が来ていただいております。ご紹介しましょう。こちらの方です。どうもありがとうございます。何もで何もすいません。50円しかないけど大丈夫ですか。いいですよ、お代はいただかないですよ。50円大丈夫です。いただかないですよ。お代はいただかないって。映んない位置にしちゃう。ありがとうございます。よろしくお願いします。サマスの三浦さん、ありがとうございます。いや三浦さん、まさかさん、あのね、天野の料理をタダで食べられんの。ありがとうございます。すいません、50円上がっていただいたんですけど。いや、本当に、いや、俺だってリンカーン以来じゃないですか、三村さん。俺リンカーンで麺を食べてさ、すごい感動した記憶ある。あの、未だに大竹さんも、三村さんも、ホトちゃんも、あのラーメンが一番うまかった。俺、天野に入れてるはずだもん。東京製でしたからね。多分勝ちましたからね。あの時、そうですよ、ね、ラーメンを、あれを追っちゃって、なんか今日来ちゃったんだ。ありがとうございます。あの匂いに誘われて。そう、ありがとうございます。ちなみに、うちのかみさんもね、まあ、天野レシピ本何個か出してるでしょ。そうなんですよ、そうなんですよ。あれ参考にうちのかみさん料理作ってる。マジで。もうすごい。第1弾かな、これじゃない方。じゃあ、はい、三浦さんのお子さんはそれで育ってると言っても過言じゃない。うち の台所のここに天野置いたの。すごい。もうクックパッドみたいな感じで。あの、レシピ本を使ってられる。これ2回目でしょ。全然そんな話を俺としてことないじゃない。いや、今日天野との飯食いに行くって言ったら、それを言ってきた。あ、私持ってんのよって。持ってるし、それで料理作ってる。プレゼントします。でも今回は肉ばっかりで、ブーデーの料理だから。確かに確かに。大体肉入ってる。ブーデーとあれでしょうね。ブーデー。ブーデーとブーデーじゃないですよ。ブーデーブーデーだから。ブーデーブーデーじゃないですよ。俺そんな太ってないんだよ。俺そんなに肉いらねえよ。あ、そうですか。いやいやいや、でもね、今日でも普通の料理で考えただけでも大体肉って入ってるんですよ。いや、でも肉は大好きなの、うん、あでも風鈴にはなりたくない、うん、だからチャーシュー麺も俺2切れでいい、うん、チャーシュー麺じゃなくていいんじゃないですか。2切れだったら普通のラーメンだよ。お願いしますよ。ラーメン頼んでよ、ラーメン。これハンバーガーもうこのぐらいにいいの。ハンバーガーちっちゃい。試食ミニ試食。いやいや、マカロンぐらいのハンバーガーでいいんですか。今日でもボリュームあるのが多いけど、表紙がすごい美味しそうだよ。そうなんですよ、このハンバーグね。これ表紙でご飯食べられますよ、三村さん。ハンバーグは食べたことないでしょ、三村さん。ハンバーグ食ったことあるわ。あー、いやいや、もう病気だよ。ツッコミの病気。俺50いくつの人にハンバーグ食ったことないでしょって俺の質問がおかしいじゃん、そうしたら。いや、でも本当にね、三村さん大好きな天野くんの料理をね、いただきたいので、はい、でもこの今、注文をぜひね、うん、天野くんのこの本を見ながら注文をいただきたいってことなんですけども、そう、ちょっとね、いろいろある程度は対応できます。はい、ただ俺の壺に入るやつが結構ね、あったの。あった、よかったよかったよかった。1個もねえのっていう。まあ100ありましたよね。1個もねえとか言いそうだから。このタイトルで俺まず引かれたのが、お蕎麦屋さんのカレー丼。おー、いいですね、お蕎麦屋さんのカレー丼。なんでしょう、このお蕎麦屋さんのカレー。お蕎麦屋さんのってつくのがね、出汁がいっぱい入ってそうで。そうあの、お蕎麦屋さん行った時に誰かがカレー飲んでると頼みたくなっちゃうやつね。だから盛り蕎麦食おうとして入ったのにカレーうどんにしようかなとかなっちゃうんだ。なっちゃうんだ。あれぐらいのね、
威力がある、まあ、威力があるんですよ。俺カレー屋さんの前通っても何とも思わないんだけど、お蕎麦屋さん風のカレーの匂いがグッとくる。それじゃ出汁、分かるな、出汁なんじゃないですか。分かるよね。分かります、分かります。やっぱり違うんです、分かる。これはぜひ、それのが簡単にできるんですよね。あ、そう、めんつゆでできたりとかする。あ、そうなの。だから本当にあのお蕎麦屋さんもめんつゆで割ったりしてんですよ。でもだからそうなんだよね、お蕎麦屋さんの。そういうことなんですか。おー、なるほど、すごいね。うん、あまりにも天才だな。天才じゃねえよ。うん、あ、じゃあ三村さん、まずはじゃあお蕎麦屋さんのそれ言ってます、カレー丼ですか。わあ、いいよね。え、まずそれ一つね。はい、はいよ、はい。あ、これ言うともうそれの順番になっちゃう。いや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 、今あの初めて食べたいものでも今日3つぐらいはいけると思います。いや俺あのね、主食3つみたいなやついい。主食3つ、さっき俺やだよ、心配だよ。だってハンバーガーこの心です。このミニバーガーしか食べられない人、主食3つ大丈夫ですか。俺今日ほんとだから家帰っても俺今日は何も食わないからっていうのは言ってきたら、ああ今日俺もそうですわ。え、何も食わないのはいいんですけど、うん、その前には食べてきてないですよね。これがまた今日逆算して一応天野の飯が食えるってことで空腹で来るともう我慢しきれなくてなんかギリで食っちゃいそうだから、ちゃんとね朝ね9時、9時10時ぐらいに、じゃあ今3、4時だからちょうど消化されて、そう食べたい状況、めちゃくちゃ腹減ってる。最高の状態ですね。なんでこんな逆算してちゃんと挑んでるんだ。ありがとうございます。前なんかの仕事の時ギリで食べちゃってね、腹パンパンになっちゃってた時ありましたよね。今日はちゃんと今日やってくれてる。ちょっと腹減らして。わかりました。じゃあ次は何ですか。カレー丼、はい、うんうん、やっぱこうハンバーグは欠かさない、表紙にもなってる。そうですね、そうですよ、うちのもうメインディッシュというか、だからもう、これはもうさんまさんもあっこさんも食べてますから。マジで、うん、はい、このねハンバーグでもチーズハンバーグっていうのがあったの、はい、どっかに、はいはい、うまいんですよ。あ、これこれこれチーズハンバーグ、はい、これをぜひね表紙のね、表紙というかのも表紙はこれもいいんだよ。これにこの後にチーズ乗せた、デミとか乗せんだもんね、チーズ。はいはいはい、そうです。基本はこれだもん。はいはい、これこれ、うん、なるほど、はい、ハンバーグにカレー、うん、うんうん、で、あとね、サラダ俺、いらないのね。サラダいらない。体考えてないじゃない。まだ、ね、サラダって、ね、うん、食べるといいって言いますけど、うんうん、サラダ俺ね、うん、居酒屋行ってもサラダ食わない。確かにサラダ頼んでる見たことない。家は、家はなんか食べなさいって言われるでしょ、うん、だからカレーハンバーグって今子供みたいになってるでしょ。はい、ね、はい、うん、だ最後もう思い切ってね、ラーメン。うわー、子供子供の、子供の1、2、3位選んじゃった。純不動だけど、もう大体すごいね、いいな。アマロのこの本にさ、定番にして不動のエースって書いてある。結構ワードにやられてる。これはじゃあね、まさしくですよね。そう、あの定番に不動のエース、そんなに凝ってない定番ってさ、誰しもが好きな味、はい、俺それが好きなの。そうですよ、うん、だって三村さんの俺データの中、俺の中の三村さんのデータね、うんうん、一番美味しいラーメンね、うん、NHK の1階の食堂。そうNHK のお好み麺 D ってやつ。お好み麺 D 毎回変わるから。毎回変わるから、ね、俺お好み麺 D、 シンプルなスープがね、シンプルなんですよね。別にすげえ職人が作ってるわけじゃないんだけど、じゃあ粉砕した魚粉が入ったりドロドロしすぎちゃってるのとかはあんまりあれなんですか。もうシンプルなのがいいですか。シンプルだけど天野らしさというか、天野らしさ、ちょっと食材にこだわったりするじゃん。生意気に食材にこだわったりするじゃん。生意気ブーデーのくせに。そう、あごだしがいいぜ。そう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 。まあでもこれはこれの普通のやり方で。わかりました、うん、じゃあそのカレー、カレーハンバーグ、ラーメン、これは子供見るよ今日。やったー、このよし、ぜひお子さん見ていただきたい。三村さんが頼んでいただきました。私の本からやってもらいたいですけども、じゃあ天野君、じゃあハンバーグの仕込みからやっていきたいと思います。じゃあ、はい、そのハンバーグの仕込みの前にぜひね、三村さんに聞いてあげましょう。このキャインのティアチャンネルへようこそ。テーマソングがありましてね、はい、この番組のテーマソングがあるんですよ。あんの、はい、ぜひじゃあ、すごいじゃん、いい曲なんで、覚えて歌ってください。天野くんのチャーハンとうどちゃんのチャーハンポラン、企業の口に日本時間ディアチャンネルにはヨーヨーヨーメガネヨー。おおおお、みむらさん、うどだよね。うどです、はい、うどの声だよね。はい、そうです、そうです。
ね、ウドと天野がラップは俺です、ね、いやいや夜とかあるんですね。これみんなどうこう聞かされるとどうなっちゃう。あ、全く今と同じ状況ね、戸惑いを隠せない。おあ大好きな先輩三村さんをおいましめた手羽さんで、すいません、はい、三村さんにそんなリアクションさせて今もう自然に作ってるすごい、ね、あ、整形してます、はい、もう作ってますからチーズハンバーグ。じゃあポイントポイントでこの手羽さんも流していきたいと思います。流すんかい流すんかい。ありがとうございます。あ、うん、そうだ、今天野君に早速作ってやってますけども、うん、ここで乾杯でいきましょう。ぜひ。そうだね、はい、乾杯、はい、行きましょう。何からですか。空気抜いてる天野君、はい、はい、慣れてるな手がねえすごいリズミカルだもんな。本当ですよね、うん、上で2つ下で2つ叩いてるのか、うん、トトン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 トあれ、弓取り式の後ですか。いや、弓取り式の後ですか。で、その後6時のニュースです。その音楽ね。その音楽ね。飲み物はじゃあ、ビールで。あ、ビールいいね。ですかね。はい、はい、はい。はい。じゃあ、ビールを。あ、グラスがこっちか。喉も乾かしちゃったからさ。よし。三浦さん、すいません。この時間お借りして、我々、ティアチャンネル、キャイのティアチャンネルって、これはもともとですね、天野くんがティアドロップっていうサングラスを持ってまして、ほうほう、それが非常にあの似合うということから、うん、それでこの、あ、天野くんのティアドロップ、チャンス、生かそうよ。で、良い子のアルドチグッチョンのアドバイスも得て、うん、ティアチャンネルって名前にしたんですけど、なるほど。これ、ティアドロップチャンスいいですか。ティアドロップチャンスいいよ。はい。はい。あ、じゃあこれ、俺これちょうどさ、サマーズチャンネルのさ、そうです、これサマーズチャンネルさんのパーカーできた。パーカーできた、おめでとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、すいません。37で37のビールすげえな。俺は確かに高校さすが酒どうでもいいしちょうど、はい、これはもうあのいいとして、はい、ティアチャンネル俺来てるんで。ええ三村さんのほらほらティアチャンネル全部ティアチャンネル全部ティアチャンネル聞いていただいてる。全部脱いで俺の大好きな三村さんの乳首が見えちゃった。隠して隠して。すみません、三浦さん。乳首が面白いんだよな。ティアチャンネル。今日来ていただいたんですか。そうだよ、そうだよ。ありがとうございます。寒い。大丈夫ですか、三浦さん。今よかったら本当に、サマーズチャンネルさんのパーカー。ね、じゃあこれでやろうよ。あ、はい。ありがとうございます。天野くん。じゃあ、ティアドロップチャンス。あ、やっていただきましたすげえすげえティアチャンネルありがとうございます。違う。おお面白い。やっぱ裏切りの言葉に故郷離れわずかな望みクリスタルキング現れた。面白い。やっぱりね似合わねえんだよね俺多分。抜群に面白いですね。このやっぱり浜田君と皆さんのティアドロップすごいな。これでいいの。はい、そうですね。じゃあもうそれで仲間入りです。ありがとうございます。じゃあ三浦さん、三浦さん、ようこそサマーズチャンネル、ほんとお世話になりました。ありがとうございます。ようこそティアチャンネルへ。イエーイ、乾杯。乾杯。ありがとうございます。いいですか。うん、乾杯。うん、大丈夫です。おお、飲んでる三浦さん。あー、うめ。あの、じゃ おかずにこんな感じでハンバーグ焼けておりますんで。あ、すげえうまそう。じゃあこれちょっと仕上げてもらってる間にカレー丼いきたいと思います。すげえいい匂いしてます。はい、ほんとやばい。ウドが俺らのチャンネルに来てくれた時もちゃんと俺らの T シャツ着てくれたから、ね、ありがとうございます。いや、そうなんです、ね、嬉しかったです。ちゃんとお返しで、お返しでこうね、はい、ただまだ寒いんですよね。寒いんだよ。だって冬なんだ。そうなんですよ。換気しないといけないから。冬といえば、ね、サマーズチャンネルさんで、うん、今度ウィンタースという。そう、え、サマーズか。深川と、深川亮さんとね、ね、歌を作ろうとして。え、うん、あ、じゃあ深川くんが作曲して、うん、え、あ、じゃあテーマソングというか、テーマソングっていうか、なんかもう世の中に出してみよう、うん、あ、売るってことですか。売るかわかんない。ただ、ね、何も決まってないけど、作ってもらう。ちらっと見ながら。そうそうそう。え、今までサマーズさんって曲出したことあるんですか。なんでしょうね、そのほら、うちピーのユニットとか、うん、あ、そういう感じ。うん、じゃあがっつりサマーズさんでっていうのはないですね。ないないない。この間のだって俺歌下手じゃん。
え、三村さん歌、あんま歌のイメージがないでしょ。だって下手なの。本当に、うん、玉のうまいじゃん、うん、で、うどもまあまあうまい。ありがとうございます。俺下手。え、大竹さんも歌いますよね。大竹さんまあまあうまい、うまいですよね。で、もしそうやってレコーディングするなら俺の声をちょっと低め、小さめにしてねっていう。ちょっとでもでかくすると迷惑はかけたくない。そう、音程外すのは見えちゃうから。わぁ、楽しみだな。え、でももう曲は仕上がってきてるんですか。まあ、第一段階はできてる。おぉ、深川さんのロケットマンですよね。ロケットマン、うん、リシャンだよね、あれ。そうなんですよ。あのロケットマンジョンって言ってましたよね。ロケットマンジョン。スキャットマンだよ。スキャットマンジョン。スキャットマンジョンと一緒かなって思った。いや、楽しみだな、うん、ウィンターズ。だいたい、シャバさんが YouTube やるきっかけって何だったんですか。うちは、うどが、あの俺とあんまり会えないから会いたいってことで始まった。そうなんですよ。でも、アール君と。でもいいことだよね。そうなんですよ。楽しい。だってどうせ家で暇にしてんだったら。でも似てんのよ。え、似てんの、その考え方。あ、そうですか。そうですか。なんかまあ、そもそも正月ぐらいにやりたいねって言ってたんだけど、うん、ライブは3月にライブがあって、はい、ライブ終わってやろうって言ったらコロナになっちゃって、はい、で、そこで暇になったのよ。なんか、もっとロケとか全部自粛がなくなったから、はい、じゃあもうこのタイミングで動こうっつって、うん、まあ、結局8月ぐらいになっちゃったんだけど。あ、でも、でもいいっすね。もっと前から構想があったんですね、コロナの前から。そう、意外と暇な日って何もやってないなって。おお、あ、そうですか。うん、大竹も俺もほら、うん、無趣味なんです。いや、俺もなんですよ。ね、俺ほとんど散歩しかしてないんですよ。三村さん、またかっこいい感じ。そうでしょ、うん、笑いが趣味だとかいうパターンなんですか。そうなんだ。かっこいい。一番かっこいいじゃないですか。ね、だから家で暇しているんだったらみんなで笑いを起こそう。笑いをやろうと。ね、いや、すごいの、いいなぁ。ね、それはじゃあもう三村さんと大竹さん2人ともそういう気持ちでやろうっていうことで。そう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 。うわ、最高だ。大竹さんはちょっとあれだよね、うん、子育てでパンパンになっちゃうから少し外出てリラックスっていうのが。もう大竹さん最高の感じになってきましたね、結婚の感じが。3人男だね。男3人。いいですね。だ、家にいる方が疲れちゃうんだって。そうでしょ、うん、だってもう立ってられない。だから座っちゃいけないですよ、ね、なんだけど座ると乗っかってくるっつって。子供たち、子供たち、ジャンクションみたいに、うん、で結局座ると乗っかってくるから座れないっていう。いや、だから家は休む場所じゃないよって言われたっていう。そうそうそう、面白いな。だって奥さんがご飯作ってる間それを食らわなきゃいけないわけじゃん。キャイン。じゃあちょっと三村さん、はい、倉庫行ってるうちにカレー丼できましたんで。マジで、はい、早くね。普通さ、あれだけおしゃべりしてたらさ無理だよね。手とさ動きって、しゃべりって止まっちゃうじゃん。はいはい。よく止まんなかったね。よく止まんなかったですよ。タモリさんだったら一言も喋ってない。そうでしょ。タモリさん料理夢中。ビストロスマップで黙る男だよ。すごいよね。これでも腹いっぱい食べないでよ、三浦さん。いや、だからもう本当に全部美味しく食いたいから、うん、ほどほどにすっから。まず一品目、カレー丼でございます。ぶつ取りチャンスでしょ。カレー丼、お蕎麦屋さんのあのやつです。ちょっと三浦さん、うわ、スプーンとかレンゲとかなんか、お蕎麦屋さんのあのやつじゃん。足でもいいですか、三浦さん。うん、この長ネギとかさ、うん、お蕎麦屋さんっぽいでしょ。お蕎麦屋さん、このね、玉ねぎ、長ネギ、この組み合わせがお蕎麦屋さんなのよ。普通のカレー屋さんだと玉ねぎオンリーとかだけど、長ネギ入るのね。意外じゃない。ほら、肉と、いただいちゃっていいの。どうぞ。はい、どうぞ。あったかいうちに食っちゃうよ、俺。いただきます。ぜひ。これが大事。これ取った、うまい、お蕎麦屋さん。だから言ったでしょ、これ普通さ家で食ったらこの味じゃないもんね。そうでしょ、普通のカレーとは明らかに違いますよね。
うまい、うまそうです、三村さん。あー、よかった、よかったな、青くん、嬉しい。ちょっと、神さん、これまず作ってこれ見て、これ見て、よかったよ、うまくいって、チーズハンバーグうまそうだよ、いただきます。うん、うまうまいね。なんで口にいっぱい入れたの？ウドちゃん。あーうまい。熱い、できたて。うまいって言う前にそれだけ長い時間熱がるの嫌いじゃない。嫌いじゃない。嫌いじゃない。寝持ちだね。俺もよくやっちゃうね。すいません。たこ焼き一口で入れちゃったりね。ね。でお互いさ、飯食う地上波とか持ってるじゃん。で、あれ生じゃないからさ、いいじゃん、待ってくれよって思うの。俺このハフハフ、一分半ぐらい。わかります。ね。わかります。なのにさ、カメラマンがさ、青木さんがさ、全部入れっから、全部入れっから口に。喋っちゃった。すげえ文句、付き合い長いから喋っちゃった。青木さんが復讐しねえなみたいな言われ方ね。半分に割りゃいいのに。全部入れっからだよ。で、大竹もそれが嫌いみたいで、俺のハフハフタイムが。三村さん、そのままチーズハンバーグ行くからね。マジで、それをおかずに食べてください。じゃあね、ご飯ね、なんせうまい、うまい、すごいじゃん。どんどんいこのおそば屋さんのカレーのね、はい、皆さん、だからこれさ、この具作ってさ、よかったら、うん、うどんで食って締めに飯でもいいんだよね。そうです、そば、ね、で食って、そうです、そうです、そば、ね、をまずカレーのそば食べて、ね、余った具にご飯入れてもいいんだよね、はい、だから普通に醤油のそば食べた後にカレー丼にしてもいいです。ルーを入れればいいだけですから。 お待たせしました、チーズハンバーグ完成でございます。ありがとうございます。よいしょ、うまそう。よいしょ、うわ、ちょっともうこれで食べちゃってください。これさ、うん、あ、皆さんこの話でいいですか。あ、じゃあちょっとカレーじゃない方でね、はい、ちゃんと食った方がいいね、はい、ありがとうございます、すいません。ありがとうございます。普通のハンバーグも好きだけどさ、はい、チーズハンバーグとこのデミグラスは本当最強だと思ってる。おー、いただきます。はい、デミグラスも、うん、おいしいね。玉ねぎの量とか最高。あ、いいですよね、うん、ちょっと玉ねぎ感じたいですもんね。感じたい、感じたい、うん、ね、おいしい、入れないパターンです。うん、これもうまい、綺麗だな。じゃあこれも奥様に、うん、これ最高。やっぱね、うまいわ料理、甘の。本当ですか、うん、よかったっす、よかった、改めて感じるね。あ、よかった、デミグラスもちょうどいいし。本当ですか、ご飯が欲しいとちょうどいいじゃん。だから意外にこの間本の、うん、あのあれでヒルナンデス行って、うん、南原さんにも宣伝させてもらったんですよ、この本。そしたら南原さんが、おい、うん、お前料理評判だけど俺一回も食ったことねえぞっつって、そういうの食べてないんだよね。多分だから外に、うん、多分仕事終わって食べに行くことが多かったから。そう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 、若い頃ジョジョ園ばっかり行ってたもん。うん、そうだから天野の手料理食うのって意外と難しいんじゃない。あの、そんななんかハードル上がってるんですか。うん、だって食えばいいのってなる。やべ太郎とか三平いつも食べてる。そう、天野会はあれですよね。そう、天野会の考えてみると俺も天野会行ってないんで、うん、そうすると食えないでしょ。なかなか、はい、だから、まあ、集まりで昔こうね、観光客とか集まりでも食べさせてもらったんですけど、一番は若い頃、うん、若い頃は本当に金がないから天野くんがパパーって作ってくれて、うん、でも若い時だよね。そうなんですよね。だって各家庭があったし、皆さん家庭あったから、うんうん、確かに。そうだからダウンタウンさんも食べてないんだよね。内村さんちょっと食べたことある。ああ、そうかもしれない。天野も、今ほら家庭ができちゃったから、なかなか家で振る舞うってもう読むのもね、なかなかできないし、もう子供も、ね、もういますんで、うん、ね、うん、そうなってくると、だからなかなか食う振る舞う機会がないんで、こういうところでね、いや、こういうところでやってったわ、いって本当ですか。お、うん、三村さん、ラーメンの方に取り掛かりますが、俺これちょっとずつちょっとずつ食っちゃってんだよね。つまみみたいに、そう、ね、もうお腹いっぱいとかやってください。締めのラーメンちょうどいいかも。丼、うん、うちの
マネージャーのこうちゃんが私のレシピで作ってくれました、チャーシュー、うん、成功です。チャーシューだけでも本当美味しそうだね、うん、これ家でできるんですよ。これ店で買ったら1500円ぐらいするんですよ。これだって多分600円ぐらいで売ってますからね。あら、うん、3倍僕作るだね。そうなんですよ。それやっぱさ、ラーメンの汁に浸った状態でチャーシュー食った方がいいのか、それ一切れもらって食っても美味しいのか。いや、一切れ食ってもうまいです。じゃあつまみのチャーシュー一切れでいいんだけどね。はいはい、じゃあこんなもんで多分、ま、これね、味なくていいのよ。味なくてっていうか、味が、うん、豚の味だけで。あ、そうですか。うん、からしとかタレとかは大丈夫大丈夫。あー、あれじゃない、タレとか欲しいね。なんでか、さっきのはもう、今ちょっと前の前振りですか、本当に。タレとかなんていいから、いや、軽く醤油とか軽く、軽くさすがやっぱ欲しいね。本当に三村さん、面白いですね。いや、もうちょっとさ、うん、そういえば塩味とかつけないよね、それはね。ラーメンに浸すわけなるほど、そうですね、スープに。でもこれでもうまいよ。ああ、よかった、うん、さあ、チャーシュー麺でございます。面白い器だね。そうですね、ね、深いですね。ちょっとじゃあ、三村さん、これちょっと麺が今、下に固まってるかもわかんない。ちょっと深いですね。すげえ美味しそう。俺さ、麺はちなみにですね、飯尾さんの、飯尾っちの、はい、奥様、林製麺所の麺を使っております。はい、お林、ありがとう。林製麺所行ったよ、俺、ロケで。行きました、うん。ありがとうございます。全然飯尾んちって知らなくて。すごいですね。飯尾の奥さんちだったんでね。そう、うん。すごいですね。うわこれ、はい、最初、胡椒なしで食った方がいいのかな。胡椒入れます？いや、大丈夫、大丈夫。大丈夫ですか？麺の茹でがちょっと。あ、うめえ。うまい、うまいですか。よかった。あ、よかった。これ変に変化球してないよ。してないでしょ、これ。ドストレートの醤油麺でしょ。あ、このこれ、あご出汁がでも裏には流れてるという感じでございます。うん、チャーシューも出汁に染みてちょうどいいわ。さあ、胡椒置いておきます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。いらっしゃいませ。どうも。いいね、ここはすごいね。はハンバーグから、いやこれな、何まであるの。ラーメンってさ、胡椒入れないと俺完成って思ってない。そうなんですね。どんなうまいラーメンでも入れちゃう。でも確かにラーメンで、あのスパイス系ってあんま入ってないから、うん、ちょっと欲しいでしょうね、あの刺激が。麺が綺麗。本当だ。あ、林が喜んでおります。ね、麺綺麗。うまいな。いいですね、本当ですね。いい麺で、ね、美味しいね。そうですね。ありがとうございました。見てなかった、すみません。いやほんと、美味しい。美味しいですから。美味しいです。あ、じゃあ締めでそれでちょうどよかったですか。いや、はい、最高。麺がうまいね。これ家でできますから、うん。いや、これ家でできないだろ、このラーメンは。だって、ね、チャーシューだけですもん。あとはラーメンですからね、基本。チャーシューもうまい。あとはなんかチャーシューうまいね。だしとか、自分の好きなあれで割るといいですよね。でもさ、鶏ガラのスープとか。一旦、このレシピを真似した方がいいね。あ、そうですね、ベースをね。ベースを知って。はいはいはい、はい。じゃあ、せっかくこの中堅というか、我々、うん。もう世の中ではベテランって言われだしてるよ。もういい加減最年長になっちゃってる。いい加減言われだしてる。いや、ベテラン、みんな50になりだしたらもうベテランだよね。信じられない白髪の量がね。俺も髪伸びる前に白髪が増えるから美容院行くんだ。あ、それで染めなきゃいけないっすね。そう、短いじゃんって言われて、もう真っ白なんだよ。変な。あ、そうですか、うん、そんな時に第7世代と言われる若手がガンガン今来てると、うんうん、だそれをどう思ってるのかもテレビというかチャンネルね見てる人たちも気になってると思うんですけど、うん、圧倒的にレベル高いですよね。高いよ、技術とか。技術とか半端ないですよね、うん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 、多分俺らそのネタ一生できないかもしれないっていうぐらいのことやってますよね。あと
それと現役でこう現役で戦わなきゃいけないってなかなかさ、プロ野球選手とかだと俺はもう引退してっからさいや野球が違うんだよとかさマスターリーグ的なそうもうあの今新しい根性論の方だからパワー野球向こうはデータ、データ野球こっちはほらウサギ跳びやつだ膝がぐっちゃぐちゃになっちゃ う, そ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 う言われるけど俺らも現役でやってるから、うん、そうやって客観的にあんまり言えないんだよね。ああそういうことか。 あのもうあの引退して上 の, 上の立場というか卒業した人が言うならあれだけど、うんうんこの今同じ土俵は土俵ですもんね。そうなりたいですもん ね, だから若い人何、はい、いや寝るの急に怪し始めちゃったどうしたの僕アクリル板の外でアハハやんないであまりに環境がね俺らの頃ってやっぱりサマーズのとかそのキャインのっていう分かりやすいバラエティーをドーンとゴールデンにやるっていうのが一つの目標であったんですけど、うん、今みんなそうじゃない感じもないですか。テレビに向けてだと思いきや、うん、みんな YouTube こうやってやってるじゃん。だから、うん、同じぐらいの配分とかよく聞いたことあるんだ。あの気持ち的にも気持ちが、うんうんねうん、テレビ出らんでもなっちゃいますよっていうのも、うん、なんか言えないみたいな。あ同じいや別にそこだけを目指してるわけじゃないんでみたいな。 YouTube の要素も大きいっていうか、うん、SNS も大きいってことですかね。そうそうそう、さまさんたちと俺らの環境はお笑いやる土壌の時に同じようなベースだったんだけど、うん、今の子たちやっぱり明らかにテレビ以外があるっていうのが大きな違いもありますかね。そう、そうやってて育ってきてる。そうですね。すでに大学生で唯一ないのが例えばロケ番組で転ぶじゃん、うんドンって若い人は笑いになるじゃん、はいはい、俺は心配されるって大丈夫ですかじゃあ笑い1個損してるじゃん共演者の人もスタッフの人も心配するんですね。だからまずディレクターなりに平気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 ってまず笑いの前に平気平気を入れなきゃいけない。林間の運動会の時もみんな過敏に反応しますもんね。ちょっとなんかやっとだだだ平気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 これは第7世代にないよ。ないないない、ね、確かにないないないっすね。ねで本当にやっちゃった時はちょっとやっちゃった。ちょっとその時だいぶやっちゃってんのよ本当は。あね、だから50みんな超えてきて、これからほら昔の50歳ってさ、はい、もう大御所すぎてさ、はい、ほぼ体張るとか引退じゃん、はいねはい、でも俺ら世代はやらなきゃいけない。やっぱ、はい、今後の武器は平気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 笑って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 、いやだね自分天野さん大丈夫ですか。いや僕20代の全然平気全然平気。僕 AD 20歳なんですけどお父さんより年上なんで。あ言われますね。お父さんより年上なんで。そうなんですよね。平気じゃないでしょ。でそう校長先生の年ですもんね。もう学校でいや、ね、校長先生がさ運動会で転んだら笑えないもん、ね、確かに大丈夫大丈夫大校長で校長先生平気平気平気でこうやってなんか足引きずる。やっぱあれを笑いにしていく第一世代第一世代ですね。それまあそうか、みんなはチャレンジしてなくて引退してたから、そう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 、俺たちは現役で残りながらあの平気平気をやると。あじゃあ新しい笑いを開拓してるわけですね、うん、出た平気平気芸平気平気芸これがあればこれがあればちょっとねすごい無茶していずれ平気じゃなくなるとき来るんですよね。そうだからその時は平気平気芸が、うんもうずっと俺平気平気って言ってるけど心配してくんないっていう心配してくんない芸に変わってくるんですね。サマンさんはどういう風になっていきたいとかそういうのがあるんですか。そうだからまあキャインも分かると思うんだけど、はい、やっぱこうやっぱ相方とずっと2人で元気で、うん、バカなことしてたい。いやそれ全く同じですね、うん、本当ですね。ずっとだからもう変わらず60代も、うん変わらず、はい、なんか本当バカなことしてね。さあ三村さん今日僕あの3食作らせていただきましたけどいかがでしたか、うん、このお店ミストロ全部すげえ中途半端に残しちゃってはいるんだけども、はいはい、
なんて言えばいいの、全部美味しかったの。ほんありがたい。トータル食べていただいたってことね。あ、もったいないよね。普通は1日1食全部出る。そうですね、はい、今日朝昼晩のね。ね、うん、確かに今日全部出ちゃったからほんともったいない。あ、うん、でももう全部美味しかったんで。ありがとうございます。ありがとうございます、またでもこういう機会を、こういう機会ね、はい、こう来たら常にこれやってるってわけじゃないね。完全に本当にお店になっちゃう。今サムさんたちのチャンネルはあのコントとかもやることあるんですか。バラバラだね。そういうこと実験的に昔のコント流してみようかとか、例えばそんな中からライブに生かすとか、そんなことも出てくる可能性もあるとか、また別で考える可能性ある。あ、そうなんですね。そのだってライブはほら、全て街ブラとか、ね、全ての要素が入ってるのがライブ、なるほど、さすがですね。恥ずかしいわ。いや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 。こんな2人に対してそんなまともなことをあんまり言わないんで。じゃあ最後に三村さん、プロフェッショナルとはお願いします。経験だよね。かっこいい。あのこれからもね、なんで乗っかってきたの。そうだよ、なんでおじいちゃん、おじいちゃん乗っかってきたの。おじいちゃん乗っかってきたの。なんかね、サムさんってやっぱりだから目指すことをしてもできないから、結局ファンになるしかないわけよ。そう、もう本当にでライブもバカだなこの人たちって。それが嬉しいよ。うん、それがね、うん、いやでも今後も本当に末永く楽しく健康で、いや本当だね、やっていきたいと思います、ね。はい、本当によろしくお願いします。三村さん、さんまた何か交流させてください、うん、ぜひね。本当に、はい、こんな健康でとか言ってる YouTube チャンネルある。ありがとうございます。いやちょっといいですね、もうそんな手間ありましたよね。そんな欲しいですよ、うん、あ、平気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 、本当に健康で健康ということで、三村さんありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。サマーズさんのチャンネル登録もよろしくお願いします。お互い、お互いね、お互い登録お願いします。キャイーグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。